どうで誰に言うとおりじゃんって聞いとおりじゃんこれ差別するのか、おら自会長と、その例えばそのスナック行っとってもですね、例えばここは童話地区で非常に、今まで、言われなき差別によって、その住民や俺も含めて非常に、差別をされてきたと。でそういう人権に対しての理解を一人でも多くの人らがやってほしいというようなことはしきりに自治会長は話をされていた。で、金銭にまつわるあるいは補助金、給付金等々の話は一切なさ、しませんでした。以上です。まあ、辻議員、倉田議員中心に、私おろしの画策が始まった。で、その文書を書いた、すぐり議員もそうです。まあ、すぐり議員におきましては、私が議長を辞めた後、副議長をおろす会文書も書いたと聞いております。まあ、そういうこともありまして、私は議長として、今まで田辺議長との間で、トラブルになりました安住議員、それから桂議員、それから山路議員、間に入って議員を守るために議長の仕事を全うしてきたつもりでおりますが、これ以上そんな裏でそんな不穏な動きのある議員のお守りをする議長は続けることがちょっと問題だということで、会派でまた相談させていただいた結果、議長を降りた方がいいと結論に達しました。でその時に田辺議長からの圧力的なものはございませんでしたが、ただ先ほど岡村さんが何回も足を運んでという言葉がありましたが、田辺自治会長に呼ばれて行ったのは先ほど言った公明の1回だけです。3月3日の1回だけ。あとは全員いつも、議会の方に、来てちょっと話があると。でお前議長どうするつもりやというのは、3月議会終わった後あたりから言われまして、私はもうその時会派での話も済んでおりましたので、議長は辞めるつもりでおりますと、6月議会で辞めるつもりでおりますと。たら、おお、ええ判断や、賢いのお前はという感じで、帰っていかれました。ただ6月議会が始まりまして、すぐに、市役所の3階の、会議室に呼び出されました。その時には、辻議員、倉田議員も含めて他の議員も同席されておりまして、いきなり、お前6月に辞めると言うとったのに、いつ辞めるんやっていう恫喝がありました。で私は、6月議会で辞めると言いましたが、冒頭で辞めるということは明言しておりませんでしたし、6月議会の頭で辞めれば、6月議会が混乱を招くというのが目に見えておりましたので、事務局とも相談の上、最終日に、辞表を提出するという腹を決めておりましたので、あなたにそういうことを言われる筋合いないと、議会が一番混乱しない形で私は議長を辞めさせていただくと言われましたが、相当怖い顔をされて恫喝されました。でその後、村田議員がそこの席に呼ばれまして、でなんで村田議員が呼ばれたのかなと思ってましたら、私の目の前で村田議員に、お前会派の中で、議長になると言うとるやないかと、言うとるらしいやないかと。で、岡村さんに対しても私は堂々と物が言えるし、議長になってもちゃんとやっていけると会派の中で言うとるらしいやないかという恫喝が田辺理事会長から始まり、で、一番きつい言葉だと思ったのが、お前議長になったら、俺岡村議員にはいっぱい言うことがあるもんで、お前全部間取り持ってくれるんやろなという自治会長の言葉がありました。それで村田議員は議長に立候補するのを断念したと思っております。以上、議長の役選に関わる、田辺会長の、関わりとそれを引っ張り込んだ、辻倉田文書を書いたすぐり、他の会派の中のどの議員が、まあ、全然関係ない議員もおると思いますが、市民クラブのメンバーはそういうメンバーが混じっていたと私は考えておりますし、私がそんな議員の中で議長を続けて、辞表を決断したことは正しい判断だったのかなと今では
後悔しておりませんし、ただこの議会が一日も早く正常化することを望んでおります。以上です。